大溝神夜長屋門、大溝神夜は、大御国高島郡にあった、大溝藩の藩長である。元気三年、織田信長が、高島郡を信仰すると、天正七年、津田信澄が、高島郡を領し、明智光秀の縄張りで、大溝城が築かれた。天正十年本能寺の変で、信澄は、明智光秀の娘を正室にしていたことから、大阪で殺害されてしまった。 信ぶの後には、庭長秀、加藤光康、安、駒近政、京極工事と目まぐるしく上主が変わったが、京極工事が大見八万へ転覆となった後は、無上主となっていた。玄名五年、分け部光信が、伊勢国上野より二万国で入法した。しかし、玄名の一国一条例の対象となり、三の丸を残して、大見城を破壊してしまった。 わけべ氏は三の丸に陣屋を構え、十一代続き、明治維新を迎えた。2015年4月24日、琵琶湖とその水べけ間祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。扉は失われているものの、総門と呼ばれる長屋門が現存している。武家屋敷地への出入り口の正門であったと考えられている。法暦五年の大改修を経て、 近年まで民家として使われていた。現在は高島市が買い上げ、高島市の有形文化財にも指定されている。ありがとうございます。